さん出てきてどっか連れてってくれた。俺はまだちっちゃくて坊主頭のガキだった。涙が溢れた。つり革はベトベトして気持ちが悪い。中吊り広告はうるさい上司のような。俺は目を閉じる。俺はそっと目を閉じる。今日60万の叫びを切り裂いて、最近の私の特技、後ろ姿の男のルックス当てること。そうね、半分当たって半分外れる。まあ人生なんてそんなところ。実はだいたい10分くらいで終わる。四角正確通勤時間、そう多分それが私の全て。窓の外に流れてく優しい風景、花は風に溶けて時の残骸となる。私が誰なのか教えてよ。今日も満員電車は走る。空っぽの心を詰め込んで、1億2760万の叫びを切り裂いて。あったかくなってきたっていうのに、僕ネズミ色のブレザーでこんなとこ詰め込まれて、小学校なんか行きたくない、本当の友達なんか誰もいない。うつむいたままで星空飛んでる気分、ああもうなんか全部全然違う。クラッとしてよろめいた。パパとママは知らない、この線路がどこにつながってるかなんて。もう一日だって待てやしない、もう一日だって待てやしないんだ。今日も満員電車は走る。空っぽの心を詰め込んで、1億2760万の叫びを切り裂いて。心がどうしようもない時、あなたの心が壊れてしまいそうな時、音楽は流れているかい？その時音楽は流れているかい？一人ぼっちにはなれやしない。だからって強くも優しくもなれそうもない。誰も正しくはない、誰も間違っていない。季節と風景、大人も子供も乗せて今ただ走って